的メインフレームへ侵入。さて、どないしょ。記録する？転送する？すでにマニュアルコードが打ち込まれていて、各パーテーションが消えかかっているわ。急いで転送して。了解。頭ん中空っぽにして待っときや。毎度思うけど、姉妹でインターリンクできるってのは便利でいいな。そうでもありませんわ。この子は雑念が多くて。しゃあないや。レアリアとチゴテ、うちらはアナログやねんから。チビ様こそガイナン様と電話できるやん。そっちのが便利そうやわ。余計な機器いらんし。でもねえよ、意識領域の防壁に常に気を配ってないと、伝えたくない情報まで筒抜けになるからな。おかげでむっちゃ疲れるし、手紙書いて渡した方が楽なくらいだぜ。そないなもんかな。そう、そないなもん。大丈夫か、メリー。大丈夫やけど、もうチビ様。敵艦メインフレームの全データロストしました。ご愁傷様です。あ、悪い。もう深夜の西部劇ばかり見てたらあかんで。救命艇が射出されました。追いますか？いや、深追いすんな。行き先だけ分かりゃいい。 UMN 管理局に逆探申請しておけ。帰還するぞ。デュランダル、収容準備急げ。各班撤退時に装備の再確認、痕跡を残すなよ。しかしあれやな、癌持つたんびに人格変わるな、チビ様は。他者への間接的な征服心、絶対的権力への同系、虚婚願望、一般的にはそんなとこね。しれっと言うな、シェリーは。もっとも、チビ様の場合は単なる身長へのコンプレックスでしょうけど。そやな。けど小さいチビ様も素敵やで。そうね。メリー、あと2分でここから撤退するわ。急いでね。了解。せや、チビ様は小さいままでおらなあかんのや。